まあ、やっぱり本当に好きになれてると思うというか、唐津焼きが。焼き物がやりたいみたいな感じじゃなかったんですけど、なんか腑に落ちるというか、なんか納得して、こう、あ、焼き物からちょっと一歩踏み出せればいいかなみたいな。で、古いものが、なんか古い唐津焼きがなんかすごいなっていうのを30歳ぐらいの時にちょっと感じることがあって。そこからその古いものへの憧れみたいなのがあるので、そういうものになんかちょっと近づきたい。その何かを作り出すっていう方向のものづくりがあって、でもう天才的な人とかいるのか分かんないですけど、ゼロから誰も物は作れないっていうか、いろんなものを見たり自然を見たり、今暮らしている世の中のいろんなことを感じて物を作る。自分の独自のものを突き進めていくでもいいし、そういう古典的なことを学んでいくことでもいいし、この幅を少しでも広げたいっていうか。で、自分にはなんかそういうお手本があるようなものに近づくような行為っていうか、そういうのはなんか心地いい感じはありましたね。最初なんかもうなんか造形的なので、もう最初の辺で「みたいな感覚がずっとあったので。唐津ってことなんですけど、まあやっぱり本当に好きになれてると思うというか、唐津焼きが本当かっこいいなとか、いいなと思うんで、